これにこれ入れなきゃいけない。くそー、めんどくせー、めんどくせー、なんだこれ。額縁ってこんな入れんのめんどいの。俺びっくりしたよ、初めてこんなん使ったよ。うわうわうわ、しかも入んないじゃんこれ。なにこれ、ああもう。なんだよこれ。あーくそー。あ、来た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 か来たか来たか。うん、やっぱ強度的にこれでしょ、どう考えても。うん、であとはじゃあこれどうやって入れればいいのこれ。このポスターさ、これどうやって入れればいいの。なんかこれ入れたら入れたで、ここのなんていうの、こことの幅がすっごい少なくなっちゃうから、どうすればいいんだろう。上はスライドってどういうこと。え、どうすればいいの。後ろのポスターと一緒に差し込む。え、どういうこと。改めその厚紙とトイレフリーの間にポスター挟んで。あ、なるほど。あ、そうだそうだ、それだ、絶対それだ。そうすればだってこのポスターも傷つかないもんね。この透明ポスターがガードになるから。そうだ、絶対それだわ。天才じゃん。それ絶対それだよ。だ、要するにこういうことでしょ。これとこれをこのままこう入れれば、挟んで入れたらこうポスター自体傷つかないじゃん。あの上はこの透明なやつで、下はこの段ボール的なやつでガードされてるから、絶対それじゃんか。すごい、これだよ。なんでこれに気づかなかった。うわ、これだ、絶対これだわ、これだわ、絶対これやわ。最初からこれだったんで、ほら、こうすればポスター傷つかないもんだって。ほら、上も下もガードされてるから。きた。あ、しかもほら、さっきよりやっぱ2つ入ってるだけあって強度が強い。強度が全然違う。これだよ。うん、できた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 、きた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 。あとここ閉めればいいだけでしょ。これだわ。これどうやって閉めんの。さっきどうやって俺閉めたんだろう。さっきどうやって閉めたんだこれ。これかな。よいしょ。よ、
お、来た来たぞ、これ今度は来た、今度こそ来た、マジで今度こそ来たよ、今度こそ来た。あー来たー、ほら強度全然違う、できたできたできた、ほら見てみんな、さっきとやっぱほら見て強度違うもん、さっきペラペラだったじゃん、さっきペラペラだったじゃん、今度全然違うもん、ほらできた、できました、皆さんできました、どうすか皆さん、できた。うん。ちょっと反射してるね、反射してる、てってさんから100を届く、重いな重いな重いな、アダムの石を生み出すリリースソフトマックストーリーセキュールさー、えーらいこっちゃできた、よしじゃあこれを飾ろう、これを飾りましょうか、これを飾ろう、よっちょっと反射しちゃってるけど、反射しちゃってるけどね、これツイッターにアップするか、ちょっとなんか反射しちゃってるからな、後にしようかな、反射してるからこれで撮んない方がいいかもしれない、明日の朝とかになったからこれ写真アップしてようかな、暗くしたらどうなんだろう、見えなくなるかな、あーちょちょーアフアラさんからお茶幕100、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アラブのお席をウィンドウズ、エビリゲイツ、ソフトバンク、そうです、セーキュアラさん、見えなくなってるじゃん、これ。見えなくなってるよ。あーちょい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 、フアラさんからお茶幕100、アレチャで、おいがおいがおいが、アラブの石を追い出せ、ビルゲイツ、ソフトバンク、すみません、えーらごっちゃださー、ふぅ、できた。いやね、ロコンドの社長が言ってたんですよね、なんかこう、田中社長がこれを買った人は、なんか写真とか撮って、ツイッターにアップしてほしいな、みたいなこと言ってたから、そう。だからこれを、なんですかね、ちょっと写真で後でこれ額縁に入れましたみたいな、飾ってますみたいな感じで、ちょっと後でツイッターにつぶやこうかな、うん、お茶爆席は面白くない、え、他の映像の方がいいっすか、結構面白いと思ってるけどね、こっち席って結構面白くない、そうでもない、
ビールが倒れてしまう。君の靴がロコンド、僕の靴もロコンド。光の雑誌とね一緒に飾るっていう。あ、あ、ミユが仮定できない。うまく ミユが固定できない。ピッピ、お前の番だ。これを写真撮ってアップするか、ツイッターに。アップしましょうかね、ツイッターに。君の靴がロコンド、僕の靴もロコンド。箱がぶっ壊れてるんだ、これ。よいしょ、よし。あー、これなんか光っちゃうな。反射しちゃうんだよな。これなら多少は反射がマシになるかも。
待ってこれ一回パソコンの画面マグ反射してるから。オッケー、写メ撮りました。よいしょ、これ後で ツイッターアップするか。これ多分ロコンドのあのツイッターにこれ多分送ったら返してくれるんじゃないの。これなんか額縁をこうあの紐で、これなんかこう、多分どっかつけるやつあるけど、これ紐とかつけた方がいいんですかね。紐とかつけた方がいいのかな。そう、3枚もあるんだよ。これ紐とかつけた方がいいのかな。どうなんすかね。うん。熱い手が。どうやってつけるんだろうこれ。電気つけますか。なんか普段ね電気ね消してるからつい癖で、あっち、よくわかんない前のつけ方。まあいいや、これか、置いとこ。できました、うん、できた。できたぜ。どうですか皆さん、どうすか。ちょっと反射しちゃってるけどね、若干ね、若干あの電気で反射しちゃってますけど、どうでしょう皆さん。どうでしょうか。ひげじゃないわ。どう。ちなみにね、このあのポスターの横にね、ヒカルの初めて表紙になったこの雑誌がね飾ってあるっていう、まあこれテンテンさんにもらったんですけど、どうすか。ほらどう。わあいいね、かっこいいな、かっこいいな。うん、親が怒る、障子破ける。確かに若干破けてるからね、なんか左のところ、あそこのとこ、ちょっとなんかもう破けてるもんな。なんかこれ反射しちゃうのかな、ちょっとな、これ反射しなければもっといいんだけどな。なんでこれ反射しちゃうんだろうね。いいね、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやんこれ。めっちゃいいじゃん。